10月に入って一気に寒くなりました。秋が深まるっていう感じですね。私はこの秋も読書の秋、あとはちょこちょこ体を動かす秋にしたいなぁと思っております。寒いのはあまり好きじゃないんですけどね。体を動かした方がいいので意識したいと思います。えー、読みたいなぁという本がいろいろありまして、借りてきて、今回はこちら、失敗図鑑。すごい人ほどダメだった。大野正人さんですね。 これはですね、以前にやばい日本史とかね、歴史を好きになるにはみたいな感じで語った動画がありまして、テイストとしてそれに似てるかなと思って手に取ってみました。要は、偉人の電気の失敗に、 え、焦点を当てたっていう、そういう内容ですね。私以前にもお話ししましたが、電気ってね、学校でずらっと揃ってて、学級文庫とか図書室にね、いかにも読みましょうみたいな感じで置いたのがあんまり好きじゃなくて、偉人伝っていうとやっぱり自分とかけ離れてる才能がある人っていうかね、そういうイメージで、私が、 微妙にゆとり世代だったからなんですかね。成り上がろうとかね。将来有名になってやろうとか、将来の夢は何ですかね。社長とかね。全然そういうのを答えようと思ったこともない子供時代でして、まあ、なんせ生まれた時かデフレなんで、挑戦して成功しようみたいな一旗あげようとかね、一発当ててやろうとかね、そういう気もなくて、こう偉人の人たちもね、自分の好きなことを突き詰めていったら、没頭してったら、結果生きてる間に名を残したり、死後にね、名を残したり、 っていうのが結局振り返ると偉人になってるんだと思うんですけど何がねいいかというと電気嫌いまでいかないんですけどあんまり読みたいと思わない私みたいなタイプの人でも失敗ってところに焦点を当てて って見ると、この偉人たちの見方が変わってきて、何でもそうですけど、人間ってね、人の成功したところばっかり見て、ああ、羨ましいとかね、すげえとか、今だと大谷翔平選手とかね、ベーブ・ルースの記録とか並んだりしたりして、凄す,すぎる。もう国の宝どころか世界の宝みたいな、あの若さで偉人なんじゃないって偉人でしょって思うんですけど、どんなにすごい人でも失敗ってするわけですよね。でも、そういうとこって取り上げないじゃないですか。ついかっこよくヒーロー、 っていうかね、そういう扱いしたりするんで、私そういう取り上げ方も何かなと思うんですよね。成功ばっかり取り上げられると、一般庶民からすると、もともと才能があるからとかね、持って生まれた能力が違うからとか、ちょっと卑屈になっちゃうんですよ。だけどですね、失敗に焦点当ててみると、すごくね、やっぱり親近感が湧くんですよね。これすごいですよね。正直すぎて炎上したよさなあき子とかね、今の日本もそうですけど、ね、空気読んでね、女はこうだとかね、 男はこうだとか、今もはびこってるじゃないですか。この21世紀でもね。でも、いつの時代も自分の言いたいことは主張して、物議を醸す人はいるわけで、私は別にそれは当然じゃ当然だと思うんですよね。民主主義じゃないと困るんでね。言いたいこと言ったら、どこかの国みたいに連行されるとかじゃ困りますしね。あのー、ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダース。私、この人がね、ですね、こんな人なんだって、ケンタッキーおじさんが、 そんな人なんだって知らなかったんですよ。これね、失敗いろいろってあるんですよね。カーネル・サンダース。数々の失敗をして、まあ本当に大気万成の人なんですよね。こんなにいろんな事業をやって、失敗した果てに、ケンタッキーフライドチキンで成功したと。手塚治虫先生とか、ね、アインシュタインとかね。アインシュタインはね、こう。 来日したた泣いて謝ったそうです、まあ、何を泣いて謝ったかっていうのはこの本を読んでいただきたいんですけど、ダリとかね、引きこもった夏目漱石とかね、このエピソードはちょっと知ってたんですけど、とにかくですね、失敗は成功のもとね、うん、失敗から人間どうするかと、どう立ち上がるかっていう、また挑戦するかってことで、私もですね、ちょっと勇気をもらいました。そしてこう、偉人たちだけじゃなくて、身近な偉人も載ってるので、ぜひ読んでいただきたいなと思いました。あとは、ね 失敗して、普通の人っていうか、へなへなーって、しょぼーんってしておしまいみたいな人もいっぱいいると思うんですけど、読んでて思ったのに、この方たちね、情熱っていうかね、何クソっていうか、やっぱり好きなことって、今いろいろ言われてるじゃないですか、好きなことを見つけて夢中になるとか、それを仕事にしていくっていうかね、もう本当に時代は変わってきたなと思うので、私も自分の子育てでですね、失敗は成功のもとと、家訓のように言い続けたいと思いました。大人の方にもおすすめです。それではまた。